おちょちょちょ、今1月2日です。2017年だね。1月2日今日のアイス、いや酔った時のアイスって美味しいですよね。酔っ払った時のアイスって締めのアイスでは、いただきます。牧場絞り濃厚バニラ、絞って3日以内。ほうほう、さあ介護お願いいたします。ああさあどっちだ。これは牧場絞りの一緒一緒、はい、え、これはなんかあれが違うじゃん。あれが茶色いやつが入ってるよ。これね、これ牧場絞り生キャラメル&ミルク。おお、キャラメルが入っている、うん、ではそっち食べんの。うん、まだこっちから。あ、どうぞ。いただきます。はい、うん、あー濃厚、濃厚でキャラメルで、うん、美味しい、濃い感じだね。ではこっちの普通のバニラのやついただきます。よいしょ。あ、まあ、うん、あ、ミルク感半端ない。さすが絞って3日以内。この多分つぶつぶはバニラビーンズなのかな、うん、ね、バニラビーンズが入ってミルクの濃厚な感じのアイス、うん、そっちは入ってない。そっちは入ってない。まあ酔った時のアイスは美味しいよね。ということで今日のアイスでした。